麻布十番温泉は、かつて、東京都港区麻布十番にあった温泉である。2008年3月をもって廃業した。廃業時の外観。後に取り壊された入り口。ここから階段で3階に上る、閉店のお知らせ麻布十番温泉は、麻布十番商店街の西の外れにあった温泉浴場で、実際には、日帰り入浴施設、麻布十番温泉と温泉銭湯。 コシの湯という二つの施設が同一のビルで営業されていた。両施設は5階建てのビルの1階と3階に分かれており、1階が越の湯、3階が麻布十番温泉であった。コシの湯が一般的な銭湯の形態だったのに対して麻布十番温泉には宴会場などが併設されていた。温泉の開け湯は1949年であり、 地下500メートルまでボーリングを実施して開発された。二つの温泉施設が入居していた建物は1967年に、竣工し、廃業時まで、同一のままであった。東京都内にある数少ない温泉の一つとして知られ、テレビ番組などにもしばしば登場した。過去には、ダモリ、ビートたけし、片岡鶴太郎ら多くの芸能人が、この施設で、 番組の収録を行っている。開業当初は1日100人以上の客が訪れていた、麻布十番温泉であったが、後年には、ピーク時の30%ほどに利用者が減少していた。経営者の高齢化及び後継者不在、施設老朽化に加え、新規開業した温泉レジャー施設との競合等から、麻布十番温泉は、腰の湯ともに二千八年三月十一日を、 もって廃業、ビルは取り壊され、2010年7月現在、跡地は駐車場として利用されている。ありがとうございます。